じゃあこちら LTB になります。まあ、グレーの木目調のグラフィックになってます。はい、ソールこんな感じですね。はい、はいはい、まあ、こちらもまあ先ほど言ったような感じのノーステールのフレックスバランス調整ということで、はい、まあ今季よりまたしなり良くなってるんで、まあ、押した感じ結構張りあるなって思われる方もいるかもしれないんですけど、押してみたら全然踏んで歩いただったんで、はい、はい、いい感じの点も出て裏取りしやすい感じの一歩になったんじゃないかな。初代の LTB に比べてどうですか、ちょっと寄った感じに。そうですね、初代寄りになった感じですけど、まあ、初代よりは少し張りあるかなっていうぐらいの見た感じです。はい、はい、そうですね、リミテッドグラフィックこんな感じです。今季よりちょっと茶色めになって、そうですね、はい、結構かっこいいですね。これも本当エヴァさん赤好きなんですよね。いや、まあ赤っぽいワインレッドチックだから、まあ、ソールもまあこんな感じ。はい、はい、ありがとうございます。まあ、こちらはまあ LTB のリミテッドということで、まあ、LTB をまあベースにして一つ圧上げて、あの反発等をしっかり持たせたまあアレンキャンバーという形になっています。はい、はい、まあ、見てる通りで去年の LTB に比べ、あ、今年の LTB に比べると、あ、そうですね、今年よりは少しちょっと柔らかくはなるんですけど、まあ、しっかり弾くだけの張りはあるかなと形ですね。はい、ありがとうございます。